ジュニア・クックはジャズのハードバップのテナーサックス奏者であった。ジュニア・クックはアメリカ合衆国フロリダ州ペンサコーラで生まれた。1958年にディジー・ガレスピーと共演した後、ジュニア・クックはホレス・シルバー・クインテットで長年にわたる参加メンバーを務めてかなりの名声を得た。ジュニア・クックとブルー・ミッチェルはホレス・シルバー・クインテットを脱退した後、 ブルーミッチェルクインテットで演奏した。サイドマンとして多くの参加に加え、ジュニア・クックはジャズランド、カタリスト、ミューズ、スティープル・テイスなどのレーベルでリーダーとして吹き込みを行った。ジュニア・クックはまた1970年代に1年ほどバークリー音楽大学で教鞭をとった。1990年代初頭、ジュニア・クックはクリフォード・ジョーダンのグループで共演している。 ジュニア・クックは、ニューヨークにある自分のアパートで死亡した。ホレス・シルバービル、ハードマン・フレディ・ハバード・クリフォード・ジョー・ダンブルー・ミッチェル、その他、ありがとうございます。